タギング。タギング、タギングとは、街のあちこちに見られる、スプレーペンキで描かれた落書きの一種で、特に個人や、集団のマーク、目印とされるものを描いて回る行為、またはそれによって描かれたのである。米国は、カリフォルニア州サンディエゴのインペリアルビーチから、発祥した悪式文化であり、迷惑行為、犯罪である。この行為は、 ストリートアートの一種とされる場合もある。ただ異なる方向性も見られるため、本校ではあまり述べない。ストリートアートの項を参照。これらは古く、ストリートギャングなどの縄張りの故事に用いられた、サイン、デザイン化された、英単語や共通した様式を持つイラスト等を指すが、近年では意味のない単なる落書き家やファッション家が激しく、個人的な存在主張の発露。 低年齢化の傾向も感じさせる。なおこの行為はその描かれた内容に関わらず公共、または個人の財産を汚しているため、器物損壊の範疇にて取り締まられる。このため、これらタギングを行う個人やグループらは、深夜などの一通が与えた時間に、ゲリラ活動的に、寝出鬼没で書き込み、対象物を汚していくケースも多いとされる。その一方で、 既存の都市景観という一つの美意識の結果を損なうこと、当該地域が管理されておらず、犯罪に無関心な地域との印象を与え犯罪を誘発する傾向が認められる、割れまどり論ため、バンダリズムと判断される。米国などにおいて、ストリートギャングに代表される未成年者を主な構成員とするギャングの会組織は、常に麻薬やパーティー券の販売地域をめぐって、 他の同種集団と利害関係の衝突を繰り返している。この支配地域の獲得に絡んで、たびたび発生する死傷者を出すような構想は、あまり大っぴらにあると、上位組織によって切り捨てられる危険を伴うため、無言の勢力圏孤児活動を増やす傾向が強まり、また一定地域の支配圏を黙認し合う、緩やかな協定も発生する。こうして、支配地域に関する協会を、 タギングによって示すようになったと言われている。また、タギングに添えられたメッセージが取引に絡む、不調、引用を含んだ暗号、合言葉となっており、それらストリートギャングの提供する商品、武器や暴力、麻薬や売春などの違法なものが本土だがの売買に利用され警察組織の摘発を逃れる隠れ身のにもなっているという。 日本では1970年代のヒッピー文化に代表される非暴力的アナキズムによるストリートアート活動も見られたが、1980年代後半よりチーマーに代表されるストリートギャングを真似たモラトリアファッションが流行した一環で、都市圏でこれらストリートアートやタギングが参見された。1990年代にはその中でも特に人目を引く。 芸術性のあるものがインターネット上でたびたび取り上げられたり、各種メディア上に登場していた。こうして1990年代末頃より日本の全域に拡散していったが、次第に見苦しい芸術性に欠けるタギングが日本各地の街の随所で増殖するようになった。従来のタギング行為では主に道路脇やガード、鉄道効果かの壁面などに描かれており大きく、 分けての三種の系統が見られ、これらの中には描いた個人、グループの遊び心がふんだんに含まれ、ストートアートの影響が色濃く見られた。アートを思わせるものは、グラフィキと呼ばれ、タギングとは全く別のものである。タギングの定義は主に、名前、縄張り主張、メッセージのためだけに書かれる、ただの印、マークサイン。またこれらのタギング行為と並行して、アーケード街頭では、 店主などに依頼され、無機的なシャッターに丹念に装飾された、タギング風のロゴや、ストリートアートを施しがいの景観を向上させていた、グループも存在した一方、暴走族らによる乱雑な難読漢字を用いた、当て字メッセージが存在しこれらは、溜まり場となった公園や、廃屋の壁面などに描かれていた。過渡期の1990年代末になると、デザイン化された、 英単語の実によるマーキング系が街の目立つところに出現、特に目立つよう多色なものに混じって単色で描かれたものが増える傾向が見られるようになった。2000年代に入って、これらタギングはさらに乱雑なものが増加する傾向が著しく、すでに判読不能なまでに崩されたアルファベット、しかもスペル間違いなど明らかに芸術性のないものが目立ち個人賞の シャッターや電信柱、家屋の壁などに書き散らされるに至り外の景観を損なっている。一方、これら増殖した雑多なタギングを消す市民活動も存在し、活動家等は美的センスのないものが増えて余計に腹が立つ、今が良ければいいという刹那的な印象を受けると、粗雑なタギング業に不快感や失望感をあらわにしている落書きの項も参照。 所有者の許可を得ないこれらの行為は他人の所有物、橋脚など公共施設も含むを破壊する器物損壊行為に相当する。2007年には大阪アメリカ村でタギング等の消去を地域コミュニティで行う直後、タギングが即座になされ、かかる行為が地域に対する挑戦とみなされ当該落書きを行った20代の者3人が器物損壊容疑で逮捕された。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。